こんにちは福井教育支援サークルの吉田です、えー、今日は飛び箱運動の基礎感覚基礎技能を育てるについてお話をさせていただきますはい、えー、飛び箱運動で最も重要なのは腕支持感覚と腕支持技能、えー、両手で体を支えると支持するという感覚と技能を育てておくことが必要です、えー、まず一番最初にやっていただきたいのは。 うさぎ跳びですよね。両手をついてぴょんぴょんとこう跳ねるようにして前へ進んでいくと。これ、ある程度できるようになったらライン飛び越し。これは体育館にたくさんラインが引いてあると思います。そのラインのところに手をついて飛び越すと。飛び越すというのは、ね、手はラインの上につきますから、その先に足が行くということです。これ、なかなかできません。 えー、かなり、ね、練習しないとできるようになりません大体の子ができてきたら私は次にマット飛び越しですね少し高さがあります、えー、そのマットの端に手をついて飛び越すとつまりマットの外に両足が出るということを指していきます実はこのマット飛び越しがもうできるようになると抱え込み飛びってほとんどの子ができるんですね、えー、それからもう一つはカエルさが出し両手をついてね、えー、足を床から離して 私は10秒間、ね、頑張りなさいといいとうに言います。それから、カエルの足,足打ち。まあ、これはあの逆立ちのような形をとって、両足をね、パンパンパンと3回ぐらい叩くということをさせます。そして最後に壁倒立と。まあ、壁に向かって自分で倒立をするということになりますが、まあ、こういったことは実は私は4月からもう始めているんです。 雨の日、体育館でやる、えー、体育をする時の補助運動として必ず入れておきます。えー、というのはですね、えー、さっき言ったライン飛び越し、えー、カエル逆立ち、カエルの足打ち、壁倒立、これ、すぐにできるようになったりはしません。えー、私は、あね、冬期間、冬になってから機械運動が始まることを見越して、こういったことをやっておきます、えー。もしね、やってないっていう場合も、こういったまず、 基礎感覚、基礎技能を養う運動を取り入れてから、跳び箱に入るということをお勧めしたいと思います。跳び箱運動には2つの踏切があります。それを私は第一踏切と第二踏切というふうに呼んでいます。第一踏切というのは、走ってきて片足で床を蹴ると、これは片足踏切になります。そのまま空中で両足を揃えて、踏切板の上では両足で踏み切る。これを第二踏切 まあ、そして低学年の場合でしたら、このまま低い飛び箱の上にポンと乗る、えー。これだけではね、つまらないので、そこで1回転して着地、あるいは半回転して着地、手を3回叩いて着地、遠くへ着地。こういうような課題を設けて、この踏切を体感させていくわけです。これなかなかね、実はできない子いるんですね。えー、そういう子の場合は、私は、 手をつないで一緒に、床でね、フロアで手をつないで一緒に走って片足踏切をして、トンとつくと、こういったことを何回かさせます。この低い跳び箱の上に乗って降りるっていうの、子どもたちとても大好きなんですけどもね、よく見てるとね、片足で乗っちゃうんですね。これとても残念ですね。両足を踏切で乗せるということをさせておくといいです。ちなみにこの片足踏切と両足踏切、つまり第1踏切と第2踏切は、 今後、跳び箱の技能が発展するにとっててて非常にに重要になってきます例えば、ハンドスプリングだとかネックスプリング、台上前転、こういった技をさせようとすると、ある程度の高さが必要なんですよね。その時に踏切板をいかに上手に使うかということなんですけども、第一踏切、片足踏切の時にポンと高く上がって、両足踏切で踏切板を強く組むと。 これによって反発力が得られます。まあ、そういったことも見越して、こういう運動を低学年のうちに取り入れていくことをお勧めしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。先生方の教材研究のお役に立てば幸いです。